こんにちは、動画ファンの成田です。今回はドコモのスマホをご利用の方で、メッセージ S やメッセージ R といった、ドコモからのメッセージを、停止する、配信停止する方法についてご案内をいたします。ドコモの携帯電話やスマホを使っている方でしたらば、ドコモからメッセージ S とかメッセージ R というのが届くかと思います。大事なメールかと思って開いたらメッセージ R、メッセージ S だとちょっと鬱陶しいなと感じることもあるのではないでしょうか。このメッセージ R とメッセージ S を、配信停止する方法になるんですけれども、実はそれぞれ異なったサービスとなりますので、それぞれ配信停止方法も違ってきます。例えば片一方は配信停止のやり方が分かったんだけど、もう片一方だけどうしても停止ができない、どのようにやったらいいのか分からないという方は参考にしてみてください。それではまずメッセージ S、スマホのこちらのメールアプリですね、メールアプリを開いていただくとメッセージ S とメッセージ R と受信ボックスがあるんですけれども、このメッセージ S、 こちらを配信停止する方法についてご案内をしていきます。このようなメールの画面を開いてください。そうするとこちらのメーカーの場合だとこの下にその他という項目がありまして、こちらを開くとこのようなメール設定といった項目を開いてください。開き方メーカーによって若干違いがあるかと思います。このようなメール設定の一覧が出てきましたら、この中からドコモメール設定サイト、こちらをタップしてください。ブラウザで開いていきます。はい、そうすると、ドコモの方にログインする必要が出てまいりますので、ドコモ ID を入力してパスワード入力してログインをしていきます。ドコモ ID とパスワード忘れてしまったという方はこちらから確認ができます。ドコモ ID、パスワード設定したことがないよという方、おそらく、スマホ購入した時に設定されているかと思うんですが、もし設定していないという方はこちらのドコモ ID を発行する、こちらから、設定の方をしてください。では今回は、ドコモ ID、 それからパスワードを入力してログインをタップしていきます。はい、ログインが完了いたしますとこのような画面が出てまいりますので、ちょっと下の方までスクロールをしていきましょう。そうすると一番下ですね、一番下にメッセージ S 設定というのがあります。でここにメッセージ S 受信設定というボタンがありますので、こちらをタップしてください。そうするとこのような確認画面が表示されますので、一番下のこちらですね、受信しない、こちらにチェックを入れて確認するとやってください。もう一度確認画面が出てきますので、設定を確定する、こちらをタップして設定の方は完了となります。メッセージ S の、配信停止方法は以上となります。はい、続いて今度はメッセージ R の、配信を停止していきたいと思います。で、メッセージ R、これはいろいろなところからメッセージが届いていることが多いんです。で、まずやっていただきたいのが、こちらの D マーケットですね。この D マーケットから配信を停止していきます。D マーケットを開いてください。一番下までスクロールしてください。一番下まで行きましたら、ちょっとちっちゃくて分かりにくいかもしれませんが、ここにメールサービス登録解除と書かれているところがあります。とてもちっちゃいですけどね、ここをタップしてください。ブラウザで開いていきます。そうするとこのような画面が出てまいります。で現在ここにチェックが入っているものに関して、お知らせメッセージ R が届くようになっておりますので、不要なもののチェックを外していけば、メッセージの方は来なくなります。で、ですね、もしいっぱいチェックが入っていた場合、この一番下に全て解除というボタンがありますので、こちらをタップしていただくといっぺんに一気に、チェックを外すことができます。よろしければ設定するをタップしてください。確認画面出てきますので OK をタップします。はい、これで、D マーケットからのメッセージ R の配信停止の設定は完了となりました。
もう一つ設定していただきたいところがあります。それはですね、もう一度こちらの今度は D メニューというですね、こちらの D メニュー、こちらのアプリを開いてください。ブラウザで開いていきます。はい、そうするとこのような画面が出てまいりますので、右上のお客様サポート、こちらをタップしてください。そうするとこのような画面が出てまいりますので、少し下へスクロールしていきましょう。そういたしますと、ドコモプレミアクラブという項目があって、そこにドコモプレミアクラブサイトというボタンがありますので、こちらをタップしてください。はい、そうするとこのようなページが出てまいります。もう一度右上の各種登録ですね、ここをタップします。そうするとこの中にマイインフォメールというのがありますので、こちらをタップしてください。はい、そうするとこのような画面が出てまいります。こちらがちょっといろいろありますので、まずここの注意事項ですね、この注意事項、ここのチェックは必ず入れてください。そしてマイインフォメール配信希望、ここをですね、このような表示が出ていたら希望しないにチェックを入れます。そして、最後こちら受付確認メールの送信先、受付を確認しましたというメール、必要であれば上に、特に必要なければ送信しないにチェックを入れて次へをタップします。はい、確認画面が出てまいりますので、よろしければはいをタップしてください。もう一度こちらの画面が出てきます。確認画面ですね、このように確認していただいたら、こちらのドコモオンライン手続き利用規約、ここの同意するにチェックを入れていただいて、手続きを完了するとやってください。そういたしますと、完了となります。こちらからはドコモからのインフォメーションメッセージ、ドコモからのお知らせがあった場合の、メッセージ R を配信停止することができました。このあたり設定しておきますと、ドコモからの不要なメッセージを、受信しなくても済むようになります。鬱陶しいなと感じている方、メッセージがたくさん来て困っている方はぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。